栗本チャレンジとは、某ゲーム紹介サイトの某ライターのとある一言から生まれた縛りプレイである。まずその原文からご紹介しよう。説明不足かなと感じました。これは僕個人の感想なのですが、一番初めの狼が死にイベントになっていて、本来はそこで死んで拠点に戻ると武器を獲得できるはずだったのですが、勝ってしまって、そのまま死闘でボスまで行って倒してしまって、さすがにおかしいなと。つまりこの縛りプレイの内容は、1、明かりに触る、死ぬなど武器を入手してしまうイベントを発生させてはいけない、2、一番初めの狼は必ず倒す、3、素手のみで攻撃する、4、使えるアイテムは輸血液のみということになる。ブラッドボーンをプレイされたことのない方にはこの異常性がわからないかもしれない。まず死にイベントと評されている狼を倒すことも、実は初見ではかなり困難なことで、背中にため攻撃を当てなければならない。またボスまでの道中を初見で素手で突破することもかなり困難なことである。しかしそれ以上に大変なのはボスの撃破である。では素手でボスを倒すというのがどういうことなのか、この映像をご覧いただきたい。5ダメしか入んねえ、嘘だろ桐本。助かった、リーチが短いんだ。え、当たんないんだけど攻撃、ガチで攻撃当たんねえんだけど、え、どういうこと、は。この膨大な HP バーの量に対して通常の攻撃で与えられるダメージは3、貯めてやっと9である。どうやって倒すのかというと、聖職者の獣が頭を下げるモーションの攻撃をした際、的確に頭だけを殴り殴り殴り、ひるませ内臓攻撃で大ダメージを与える。そして V 回復するのを待ち、殴り殴り殴り、内臓攻撃で大ダメージを与え V 回復するのを待つ。これを10回程度行えば勝てるが、聖職者の獣の攻撃で HP が半分以上持っていかれることはザラであり、普通はこのように死ぬ。だがそれを初見で達成した偉大な帽子にはもう慣れないものの、その帽子をリスペクトしようというのがこの栗本チャレンジなのである。うわうわマジかよマジかよ栗本マジかよやばすぎるこのゲームマジかよやばいやばい、ゲーム終了した。嘘だろ、これだ、来た、よしよしこれや。まず第一関門な、やばい、なんか無性に楽しくなってきた。え、これ開けれんの、開けれないか、これ開けるか、これやばい、これ栗本マジかよ。いいよいいよ、よくついて、あ、オルゴール鳴ってる、やべ大丈夫これ、いけるいけるいける、これやばい、詰まってんだけど、おーやばいやばい、スピーチが詰まってる、やばいやばい、道が詰まってんだけど、やばいって、
あ、いたぞ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 、あの奥だろ。これ？あ？五ダメしか入んねえ。嘘だろ、桐本。頭ってどうやって割んのこれ？無理だろ、マジで。ロックは頭。あ、怖かった、分かった、分かった。オッケー、オッケー、やる。無理すぎる、無理すぎんだけど。ちょっと待って、まだどっちがきつい、ガスコインの方がまだいいのか、どっちこれ。これか、いやー、ここで前捨てじゃない、ここで前捨てじゃない、ここで前捨て、無敵時間利用して。そもそも何攻撃いいんだよ、 L2 か。今のだよな、多分ハメだったらもっといけるか。これ本当に頭に入ってるのかな。ステップミスった。ちょ待って、投げはやばい。よお、これは人類の大いなる第一歩。今確実にダメージ与えたろ。ここチャンスありそうなんだけどな。手前に、あーダメだ。指名が取れない、マジかよ、最悪すぎる。まあ、でも分かった分かった分かった、今の感じね。最悪すぎる、今のことだよね。いや、動き速くなったんだけど。あ、赤いエフェクトが出るまで殴っちゃダメ、マジか。変なことしてきたな。きた！オッケー！ 299ダメージあるぞこれ。で、こっから攻撃しちゃダメなのね。頭部への攻撃。変わった。いやこれ、いやダメだ、ごめん、このモーションの時は多分無理だな。モーションが増えてる。なるほどだ。あー、はい、いやーマジか。うわ、それクラウンかよ。うわー、ダメだ。
で、ここからは、ここからは回避ってする。あ、しまった。右フックはチャンス。これさ、みんなマジであると思わないか。首元チャレンジマジあると思わないか、これ。絶対入ってるよな、これ。いや、これ際だ。あのさ、本気でいけると俺思ってるんだけど。本気でこのチャレンジいけると思ってるんだけど。いやでも全然これあるぞ。これちょっとトイレ行ってくる。一回ちょっと落ち着いてトイレ行ってくる。あー、うっそ。あー、タイミングミスった。あ、うわー、うっそー。あと一回やろう、あと一回、今日あと一回やろう。終われねえ、終われねえ。あれ、背中近いわ。タコ。BGM 良すぎる、マジで。もう、あ、上行きそうなんだよ、頼む。もう半分超えたぞ。近づいて引くとか、どうしよう。薄いぞこれ。これ。オッケー。4割ぐらいか、これで。行動を反省してる、こいつは。出してるよ。
ともう折り返しのとこ見せなきゃなんとかなれます。輸血がない。
明不足かなと思いました。あ、感じました。これは僕個人の感想なのですが、一番初めの狼が死にイベントになっていて、本来はそこで死んで拠点に戻ると武器を獲得できるはずだったのですが、勝ってしまってそのまま死闘でボスまで行って倒してしまって、さすがにおかしいなと。やった栗本チャレンジ栗本チャレンジできた。もう3つけなくていいな、これ栗本チャレンジで、ね。